S 字になってるあたりか、そのもう一つ手前か。まあ、シュワンツはコーナー数でいうと20コーナーといいますかね、はい、先ほど原田がですね、コシンスキーをパッチしたコーナーありましたね、はい、あのコーナーが非常に速いんですね、ですから、まあ、あの近辺じゃないかなというふうに思うんですけどね、はい、その20コーナーというのはS 字になっているところ、切り返しの手前のコーナーですね。右の高速コーナーです、はい。ミューエンメアというニックネームがついています。カモメの湖という美しいニックネームもついているコーナーなんですが、トップはケビン・シュワンツです。そしてバロスが並びかけて、また前に出ました。バロスがトップ、シュワンツが譲らない。シュワンツがトップの座を奪い返します。鈴木2台の激しいトップ争い。そして3番手ドゥーハン見せますね。そうですね、ちょっとチーム関係者にしてみればですね、やめてほしいなっていうところだと思うんですけどもね。ちょっと心臓の動きが早まってしまいますね。シュワンツがトップ、そしてバロスが2番手。これいった20コーナーってですね、はい、そして今回 S 字を担っていますラムシュクというがついています。そしてこの後試験があります。シュワンツに対するピットサインです。コントロールラインを通過、レースは12周目に入っています。トップ3台のラップタイムは4秒2、あるいは4秒3、落ち着いてきています。伊藤慎一なんですが、ラップタイム5秒台に落ちまして、ちょっとチャンドラーとの差1秒186、先ほどまでに比べまして広がりました。7位単独走行になっています伊藤慎一。トップ3、3台のバトル、なかなか差が広がりません。コントロールラインが通過していったのはカダローラとマッケンジーです。8位と9位、そしてクレファー、ガルシア、レイノルズ、宇田川14番手、ポジション1つダウンです。ケビン・シュワンツがトップ、それを追ってアレッシャンドレ・バロス、さらには3番手ミック・ドゥーハン。ヘアピンを曲がります。ヘアピンは10コーナー、ラストルフというニックネームがついています。ラッツリップが効いてきますね、はい、ここでグッとバロスが寄ってきます。そしてさあバロスが前に出ました。しかしシュワンツが抜き返す。シュワンツがトップ、バロス2番手、そしてドゥーハンが3番手。今鈴木の2台のバトルが見られた、まあ、直線なんですが柔らかな切り返しがついているあたり、蛇に例えられていますね。デン・スラングというニックネームがついています。スラングというのがオランダ語で蛇という意味だそうです。シュワンツがトップ、それを追ってバロス、そしてドゥーハンなんですが、このバトルを後ろから見つめている、あるいは行けないのか行かないのか。このコースはですね、非常に流れるようにこう走らないといけないコースですから、はい、なかなかですね、こうここだっていうふうにですね、こう指していけるところはないんですね、はい、ですから、まあ、よほどこうもう明確にですね、これ行けるというタイミングでない感じがないんじゃないでしょうかね、はい。さあバロスのスリップを使って前に出るか、イン側にポジションを一旦持っていったが、ここは切り返しになっている。しかしバロスがまた前に出る。3コーナーでバロスが前に出ました。バロスがトップ、そしてシュワンツ2番手、ドゥーハン3番手です。バロスのマシン非常に高速が伸びますね、鈴木の2台のトップ2、そしてそれを追って3番手ミック・ドゥーハンです。先ほど八代さんからまあその流れるようなコースというお話がありましたが、ライダーに話を聞いてみると、捉えどころのないコースだと、もっと例えば難所が、明らかな難所があるとか明らかな抜きどころがあるという方が、そのライダーとしては走ってて対処しやすいんだと、こういうコースは非常に捉えどころがないというようなことを言っていたんですが、八代さんはどうお考えですか。そうですね、まあ、常にアクセルを開けながら加速をして、右に行きたいとコーナーを抜けていくという、いうコースですね、はい。なるべくそのスピードを落とさないように、殺さないように回っていますかね、それが難しいところだと思うんですけどもね、はい、
ですから、まあ、500cc クラスになりますとね、はい、アンダーステアの出るマシンっていうのは非常にあのコースも狭いですし、まあ、アクセルを開けていけば、コースはみ出しそうになるわけですから、はい、非常に、危険ですし、タイムも出にくいですね、はい。さあこちらは後続のバトルです。ゼッケン24番キース・ドゥーラケルス、オランダ人、地元のライダーということで一旦カメラがそちらに行きました。ドゥーラケルスは現在18番手を走行しています。こちらトップ争い、バロス、シワン、そしてドゥーハンです。しかしコースの話ですが、一方であのクラス違いますけれども、青木のゴラスあたりはあの路面が綺麗だしカントがついているので、僕は好きなコースだとこんなこと言ってましたね。青木の場合はあのそうですね、筑波とかっていうのを、まあ、筑波はさっきも結構バンクって言ってるんですけども、そういう、まあ、筑波育ちって言いますかね、そういうような背景って言いますか、そういうのがあるかもしれないですね。まあライダー自身がこういう何て言いますか、こうリズミカルに走るコースが好きだっていうことかもしれないんですけども、まあ、いずれにしてもこの難しいと言われるサーキットに対してそういうあの苦手意識を持たないで走れるっていうのはいいことですよね。レースは14周目に入っています。マロス、シワンツ、ドゥーハン、伊藤7番手は変わっていません。伊藤ちょっとラップタイム悪いですね。2分05秒953、チャンドラーとのディファレンス3秒7まで広がりました。あの、まあ、追いかけるときに必死に追いかけてタイムをそこそこ追ってますから、いいタイムを出して走ってきたんですけども、まあ、追いついてしまって抜くに抜けないと、それまで伊藤が走ってきたらそのリズムをですね、前を塞がることによってこう取れなくなるわけですね、はい、そうするとリズムを乱されて、あっと気がついたらそのラップタイムが落ちたと、じゃあそこからまた復活させようかっていう、というふうに思ってもですね、なかなかそれが果たせないわけですね、はい、ですから離され始めるとなかなかその歯止めが効かないと言いますかね、はい、そういう状態じゃないかなというふうに思うんですけども、しかしまあ伊藤はその後ろから来ているニール・マッケンジーとルカ・カダローラ、8位争いの2台とは23秒離れてますから、まあ、あの7位は堅いところではあるんですけどね。そう思いますね。現在周回は14周目、マロス、シワン、そしてドゥーハンのトップ争いです。鈴木のワンツー、それを追っての NSR、まあ、NSR といってもドゥーハンの方は従来のキャブレター仕様、そして、伊藤の方はインジェチョンという発表ですね。そうですね、本来そのキャブレターとかはカバーがされ てですね、中が見えない分ですから、まあ、インジェクションではないかとか、キャブレターではないかとか、はい、そのいろんな